はい、超級曲祭やっていきたいと思います。火の部門というか、なんというか火ですね、とりあえず。で、まずプニーやりながら、あわよくば上から入りたいけど、あーちょっとこれ角度がどうや、いいかな。で、これでしっかり倒す。 OK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  で、どうしようかね。で、これも縦薄く行きながら、あっちから入って、上の、これで入って、ドンと倒す。OK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 。ここ2ターンでいいや。で、次。次がね、あんま倒したくないよね、あれを。魔導士さんを。魔導士さん倒したくないんで、とりあえずプニーやっ、あ、やべ、ゲージ入れちゃった、最悪。あ、まあいいか。プニーやっつけて、やっつけたくないよ、あとは。オッケー。で、そしたら揃うんでね、魔導士が。こうなったら、こうでいいかな。で、あー、これダメ。これ悪いで。あんまり良くない。たまたま入ったけど。揃っとうときはやりやすいな、やっぱり。どっちかといえば。こう、分かれたときはもう縦で打って、しっかり縛っていった方がいいかな、こうやって。はいはいはい。次。次のステージは割と楽かな。あ、でも入っとうな、もうこれ。飛んで、この弱点貫くような角度でしっかり打って数減らして、で、あのロボットちゃんの角度に合わせて入れればいいかな。あ、やべ、あ、まあでも大丈夫か。はい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 、 OKOKOK。 でボス戦ですね。キャラは貫通の方がいいな。で、反射はまあ使うときは使うけど、そこまでって感じ。で、これも、どっちから行ってもいい。いっぱい触れるだけ触れといて、で、ちょっと倒して、プニもちょっと処理できればって感じ。はい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 。上のやつやっつけてくれれば、あー、無理か。下のやつやっつけたいな。下のやつやっつけるには、上から入る必要があるのか。あ、やべ、完全にやっ、あ、いいよいいよ、これで入るよ。 OKOKOK。 あ、プニーがやっつけてねえやん。プニーも直殴りで次行くん でターンが結構短いんでね、早めに雑魚処理したいとこでは。あと5ターン4ターンで結局削らないといけないんで、ちょっときつくなるんでね。しっかりプニだけ倒して、はい、え、プニやっつけてねえな。え、プニやっつけてないね、危な。2体フレぐらいじゃダメか。うわ、これポジション悪くない。もうだって入っとやろ、どっちかね、これ。あ、ずれたけど入っとやない、これ。となると、入っと前提で行くなら、ここはもうね、反射なっ、あ、入ってねえかった。ま、青、一番悪いとこ行ったな、おい。でも多分、ちょっと殴るだけでも強い。あー、そうでもないね。一番悪い入り方したもんね。あー、良くない。入ってなかったか。あ、3ターン。結構きついよね、削りが。で、赤の方に入りたいんで、しっかり V の字で、あ、逆いったかな。うわ、どっちにも入らんって最悪やん。2体フレとかやったら全然削れないんでね。ちょっと、やっぱ、なるべく触れて。これも SS 使うけど。なるべく触れて、
行きたいね。行った上で入りたい。ピンクに2、3体触れたいな。あ、2体か。まあ、それなりに削ったかな。で、あとはもうこれ、こいつはキラーがあるんで、これで十分かな。やっぱ強いね。アーマーの布は強いわ。スピアもあるし、十分火力が出るんで、ここ、ここ、ゆっくり下がって、あー、ちょっといっつけすぎたな、これ。相当削ったよ。これのあんま関係ないな。普通に殴ってもいいぐらいか。ヌボコやったら。ヌボコちょっと遅いと思ったんでね、結構つけ気味でいったけど。本来これぐらい。おーっとっとっと。で、どっから出た？あ、そっか、縦か。まあ余裕あるかな。最初のターンで削れてるんで。で、今度は、あのピンクから出たいんで、なるべく触れたいな、でも。スピードアップしてるんでね。スピードアップっていうか、自強化入ってるんで、多分これで全然届くんじゃないか。はい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 。OK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 。おー。思った以上につきすぎたか。まあでも次、ヌボコなんで、もうあんまり考えずに行こうかな。直で殴ってもいいぐらいね。直で殴ってもいいぐらいなんやけど、あ、直で殴ろうかな。ブロック外して。で、しっかり倒していく。はい。で、ラスゲーはちょっと初見なんで分かんないですけど、プニーとりあえずやっつけたいな。ゲージ入れても大丈夫。はい。OK。で、プニーやっつけて、多分真ん中に揃うんかな。まあどうしよう。多分そうやね。で、あの処理をどれだけ早くできるかやな。緑に入るんやったら、左からか。左からやね。こんな感じか。うわー、倒せてねえわ、それ。なんで片方倒せてねん。きっちりな、それ倒せてねえの。しんど。倒せてねえな。ちょっとだけ削るか。これ多分倒せんやろ、さすがに。あ、オッケーオッケーオッケー。いい削り。いい削りになったんですが、これ配置がよろしくないね。配置良くないね。うわ、運ゲーなるな。山形で2回切るか。あ、OK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 、あぶね。で、こっからボスやね。どういう配置だ？あ、一緒か。そこに入っただけなんで、一緒やね。これちょっと、これ逆に直殴りした方がいいんじゃね？ 4 体触れて。うわ、届かん。届かんか？ 1 回ぐらい殴りてえな。うわ、全然削れんやん。どないなっとん。新郎ちゃんはちょっと、これ待てよ。これ縦削りのがいいのか。ひょっとしてハイラインを行って緑から入ったらいいんじゃない。こうやって、あー、そこで止まる。そこで止まるん。まあ、それなりに削りようけどさ、思ったよりいかんのやね。あ、なんかある。ブロックある、そこ。なんでそんなの。ブロックあるわ、それ。
ブロックあるんだ。あ、じゃあこうじゃダメやな。だとしたらもうこうか。結構強引にでもあっちから出らんダメやね。左から入らんダメやな。これで、あ、もうこれでいいんじゃない。削っていくやろ、ある程度。あー、これ結構このラスゲーそんな難しくないかも。あと4ターン3ターン3ターンやけど、非常にこいつの配置が良くないんだよ。待ってよ、非常に良くないな、非常に良くない。もう直殴っていくか。これ3体ぐらい触れてたら、4体触れたらさすがに効くやろ。おい、あー、まあ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 いいや。あともう横勘でも倒せるレベルなんでね。あ、寝ぼこ強いね。やっぱ寝ぼこじゃない、でもまあ考えて打てば、あら SSSSSS 使って適当に暴れとけば勝てるかな。一回多分殴れば勝てるんで。はい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 、こんな感じやね。まあとりあえず勝つだけでいいんで、運枠入れる必要もないし、まあ寝ぼこは 多ければ多いほどやっぱスピードアップするし楽になるかも。ってことで終わります。